ルー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 ル歌に願いを。いやー、今回も素敵な歌声で始まりました。こちらのコーナー、月に一度の松原さんの歌に願いをのコーナーです。このコーナーでは毎回松原さんにテーマに沿って歌を選んでいただきまして、その中から一曲スタジオでも披露していただくということですね。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そして素敵なパートナーをご紹介させていただきます。演奏していただくのは金沢を中心に活動しているキーボード奏者の沖津エリザベス和美さんです。今日もよろしくお願いします。いいですね。かっこいい。相変わらずかっこいいですね。さあ今回のテーマは、はい、じゃあごめんなさい、失礼いたしました。こちらですね、私がちょっと浮かれてしまいました。今月のテーマは、はい、初恋、失恋、片思いということで恋歌です。でも松原さん、大体歌って恋が、あの絡んでくる歌が多いですよね。そうですね。恋はうまくいってもうまくいかなくても、あの心の支えになったり、いろんな癒しになったりね、します。僕自身もいろんな歌が、あの今まで心に残ってます。そんな心に残った曲を松原さんに選んでいただきました、全部で11曲ありますよ、いろんなこう歌を選ばせていただきました、名曲ばっかり。神田川とか、そうですね、神田川、赤いスイートピー、未来予想図2、そしてラララ ラブソング、こちらはあの、これはですね、あの僕がまだ10代の頃、あの歌手になりたいななんてこう思ってる頃だったんですけど、ちょうど流行ってる曲頃で、あの当時ラブなんていうんですか、スローテンポの歌ばっかり歌ってたんですけど、あの審査員だったら服部克久先生がテンポのある歌もやった方がいいよってことで覚えて歌ったんです、ラブソングっていうと切ないメロディーっていう感じですけど、ですね、おしゃれな、歌いたくなります。アップテンポ、回れ回れメリーゴーラン、もう決して止まらないように、動き出したメロディー、ラララララララブソング。緊張してラッキーでしたね。本当、あの羽鳥先生以外でもステージで歌ったこともある曲、そうなんですよ、あの初めての日本青年館でのコンサートを、あのやった時にも、あの思い出の曲として、歌わせていただきました。前向きな恋の曲という感じですね。そうですね。そしてちょっと、こちら、1978年佐藤宗幸さんの青葉城恋歌、こちらは同じご当地ソング、仙台のご当地ソングですね。そうですね。もうあの恋歌サミットで佐藤宗幸さんと共演させていただいた時に、もう本当に金沢望郷歌を、あの応援していただいて、あのもうご当地ソングの大先輩ですしね、あのそういった意味でも本当にエールいただいて、で、あの実は、あの皆さんもご承知の通り、仙台も大変な被害をね、あの、されて、あの実どうされてるかなと思って、あの実は今日番組が始まる前に、佐藤宗幸さんに電話をさせていただいたんで、その模様をちょっと、知れればご覧ください。松原たけしです。どうも佐藤宗幸です。ご無沙汰しております。どうもこちらこそ。番組の中に来るあのメールとかファックスも、例えば被災されてる方ですと、やはりもう復興に向けて頑張るよっていうそのメールとかね、とりわけ3月11日からしばらくは寒い日が続いたんですよ。そうですね、金沢の方もそうだと思うんですけどね、だからもうああいう中で前向きな姿勢でってちょっと酷な話 で、 そうですね、本当に辛い時だったと思うんですけど、今だってね、あのやはり春の桜が花が咲いたりして、なんとなくその気候も穏やかになってきて、だいぶ皆さんもね前向きになってんじゃないかなと思いますね。そうですね、実際佐藤さんもいろんなところに、あの取材に行かれたりも。そうですね、取材も含めて、あと頼まれて避難所にいたりとか。歌われたりもされるんですか。そうですね、やはりもう声をね、松原さんもそうだけど、歌うことをなりわいにしてる人間にとって、やっぱりなんとか歌うことで励ましてあげたいなと思いながら、被災地のところに行って歌うなんてっていう思いがちょっとどっかにあったりするんですけれども、でも実際行ってあの歌ったりしますとね、本当にやはり皆さん喜んでくださるんだよね。そうでしょうね。また特に青葉城恋歌はもう地元の皆さんがね、本当に大好きで、こう皆さん応援されて、もう青葉城恋歌に限らず、だからもう結構東京の方からいらっしゃる歌手の方々も、おそらく最初はね、ひょっとしたらちょっと重い気持ちでいらっしゃると思うんですけれども、や
ハリが喜んでくれる姿を見て皆さん安心して迎えられてんじゃないかなと思いますがね。そうですか。佐藤さんは歌手として、そしてまた今宮城テレビで夕方のワイド番組の司会もされているので、はい、また違った思いもあったでしょうね。歌とともにその情報をいち早くこう地元の皆さんにお伝えする、そういう任務を本当に大切にやられていて、本当に元気なお声を聞けて本当に良かったです。佐藤さんもしかし被災地の方に歌を届けることが励ましになっているということを実感なさっているみたいですね。そうですね。やっぱり暗い気持ちで今頃今時歌なんてって思われる方もいるって、歌手の方も思われるみたいですけど、実際行くともう現地の皆さんが本当に手をたたいて涙を流して喜ばれるっていう、その姿を見てなんか歌手の方もほっとされるっていうことで、僕も歌の力を信じて、はい、皆さんの心の癒しになっているかと思います、はい、さて視聴者の方からも、はい、皆さんの恋歌を、はい、これは一般の視聴者の方からの思い出のこの一曲、はい、いろいろといただきました、エピソードも交えてご紹介させていただきます、はい、いくつかご紹介しましょう、はい、まずは金沢市8歳のりんかちゃん、送ってくださったのはお母様です。この一曲は松原健さんの初恋、はい、小学生の娘さんりんかちゃんがカラオケで大好きな歌が初恋です、そしてここ聞いてくださいよ、りんかちゃんの初恋の相手は松原さんなんですって。そうなんです、はい、去年初めてテレキン祭りで松原さんのミニコンサートを見て握手をして、たけしお兄ちゃんが大好きになりました、どうやら、たけしお兄ちゃんとの結婚を夢見ているようですというお便りもいただきました。いや、初恋の相手に選んでいただいて、うん、僕もちょっとあれですね、もっとちゃんとしないといけないと思いますね。ストレートな、ね、告白だったんですけれども、リンカちゃん競争相手多いと思いますけどね、はい、さあ続いてご紹介させていただきます、はい、七尾市のリコちゃんさんからです、はい、どの曲でしょう。この1曲は、はい、ドリームズカムトゥルーのラブラブラブ、こちら、はい、これも名曲です。高校2年生の時、数学の先生に恋をしました。でも相手は先生、告白することもできずに終わりました。卒業後、先生が結婚したことを知り、二人出会った日が少しずつ思い出になっても愛してるという歌詞が頭の中で響き、号泣した思い出がありますと。そうですか、なかなかね、初恋って叶わないことが多いですよね、でもその叶わなかったことも叶ったこともやっぱり歌が支えになったり、今回今日歌わせていただく歌は、はい、ファーストラブという、はい、宇多田ヒカルさんの歌で、はい、この曲はまあ初恋にして、失恋ソングでもあるんですけれども、最後のキスはタバコのフレーバーがしたなんていうね、歌詞はなんかこうドキドキする歌詞ですよね、大人っぽくて、そうですよ、10代の時に聞くとさらにこうドキッとするような曲ですよね、はい、僕なりにちょっと今日は歌わせていただきたいなと、楽しみです。それでは松原健さんに歌っていただきます、はい、ファーストラブです。
なんかね、デビューした頃から石川の皆さんに応援してもらってるんで、なんかそういう皆さんに初恋のね、こういう歌をなんか照れましたね。そうですか。いや、この曲名曲なんで、私も含めて多くの方がカラオケで挑戦して、多くの方が失敗してきた曲だなと思うんです。いいなと思ってしまいます。これは本当にね。さあ、来週なんですが、はい、特別編でお送りするために来週はテーマの募集がありません、はい、松原さんから重大発表があるんですよね、はい、お願いいたします。5月25日に新曲が発売になりました、はい、歌の旅人という歌です。やったー、はい、新曲待ってました。一木ひろゆき先生に、はいはい、作っていただいて、はいはい、もう間もなくですね。来月ですね、はい、来月は特別編でお送りする、はい、ということなんですけれども、はいはい、そしてイベントのお知らせもあるんですよね。イベントですね、こちら紹介させていただきましょう。こちらは、チャリティーコンサート、はいはい、今週の土曜日正午からと午後2時30分から、はい、アビオシティ加賀、入場は無料ということですね、はい、無料ですので、ぜひぜひ皆さんのチャリティーの気持ちをイベントにしてもらいたいなと思います。これチャリティーです。チャリティーコンサートです、はい、そして、松原健志コンサート2011は6月の12日の日曜日、金沢市文化ホールで行われます、はい、今週の金曜日にチケット発売開始になりますよ、はい、皆さん楽しみですね、こちらも、はい、もうコンサートたくさんいろんな曲を歌わせていただきたいなと思います、はい、新曲ももちろん歌えます、はいはい、次の放送は来月ですね、はい、来月16日の月曜日となっております。こちらもお楽しみにしてください、はい、今日は松原さん、そしてエリザベスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、さあ、この後は県内のニュースをお伝えします、はい、県議選選挙違反で逮捕者です。ありがとう。